2019年春、山下はより多くのイカを狙うために新たなる境地へと向かう。エギオライブ、投げる、動かす、沈めるといったエギングの基本動作をストレスなく行える癖のない動きを可能にしたエギオライブは、イカに襲われた小魚が逃げ惑うようなキレのあるダートアクションを誰でも簡単に演出できる軽快ダートモデルである。来たよ。浅間爪の一投目、川上がかけた。ちょっと風がこっちから来てたんですよね。本当はもっとストラクチャーの際を通したかったんですけど、ロープもどっちに入ってるかわからないですけど、やっぱり動かすと寄ってきますよね。会心の一撃。オッケー、よいしょ。でロープも海の中に入ってるでしょうし、あんまりエギを沈められなくて、でも左右にきっちりダートさせてアクションさせてあげれば、その障害物からイカを引きずり出せるんですね。ね、よく引いた、元気なオイカ。この日は風が強く、釣り場は限られている。川上は小さな港のシャローエリアを攻める。障害物の多い港の中を探るにはラインコントロールが重視される。川上は沖の障害物めがけキャストし、すぐにアクションを開始した。来たよ。ちょっと日が差してきたんで、ケイムラを使って、で途中途中ブイが浮いてるんですけど、やっぱり風でラインが絡んでしまうんで、あんまりゆっくり攻めてると障害物にラインが持ってかれちゃうんですね。だから場所が限定されるエリアだからこそ、エギを左右に大きく飛ばしてついてるイカを誘い出す。タイトに攻めなくても動きが大きい分、やっぱりイカをしっかり出してくるんで。エギかかってないです。かかってないです。あ、今かかった。横抱きで。よいしょ。オレンジの KM ムラですね。ライブのダートアクションでイカを引き出し、超過を重ねていく。強風と潮流が強くなってきたタイミング。小島もかけた。来た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 。いいサイズ。ギャフお願いしていいかな。ギャフるほどでもないかな。でもまあまあ、ちょっとこの場所が高すぎるからお願いします。大事に行きましょう。イエーイ。オッケー。やった。やりました。ライブのダートアクションで速い流れの中から引き出した一杯。とにかく潮動いてない時はもう動かして、活性の高いイカに来てもらおうってイメージで誘ってます。大きくもうダートアクション、もうボトム付近でもこうダートを意識してガンガンと動かして、ポールの時にこう甘くゆっくりスーッと落としたり、そのメリハリでやっぱり潮動いてない時はこうクッとやる気のスイッチが入るようなイカもいるんで。来たよ。いいよ。
とんどあまりこう潮が効いてなかったんですね。なのであまりこうエギに抵抗も感じなかったんですけど、もうしっかり動かしてしっかり止めて、でクッと押さえ込めの当たりがあったんでガツンと合わせました、ね、元気なオリイカ。これ目の前にものすごい巨大なこう平たい岩が沈んでるんですね。でこういったあの、まあ、大小関係なくこう水中に沈んでる岩の向こう側ってあまりアングラが探ってないんですよね。あんまり沈めすぎるとエギが引っかかってしまったりラインが干渉してラインブレイクしてしまったりするので、でも人が探ってないエリアっていうのは絶対フレッシュな岩が残ってるんで、それをちょっと水面をライブのダートアクションで誘っていって向こうのエッジについているイカをこう河川高いのを狙っていきます。フルキャストじゃないです、岩のエッジめがけて着水したらこう表層をダートさせる、でエッジについてるイカに対して見せる。活性が高ければ岩の上にこうアオリイカを追ってくるんで、あとは確認できる位置まで来たらもうサイトアクションの夜ですね、イカの追尾を確認する。来たよ、おいしょ。障害物周りのアプローチ、狙い通りに乗せた一杯だった。決して好条件とは言えない中、次々とイカを誘い出す圧巻のダートアクションである。次にさらなるシャローエリアを攻めるコツを見ていこう。水面直下を連続ダートさせイカを誘い出す川上。あ、来た来た来た。オッケー。ふ。なかなか高さのあるところで足元でダートって難しいんですよね。でも表層ダートのサイトフィッシングでもきっちり軽快なアクションを出せます。いきなり来た。小島、沖の活性の高いイカを乗せた。よいしょっと。一等。どうでした？ダートアクション、そしてテンションホールで乗せた一杯。バイバイ。よし。来た。引いてる。来た。おお。追っかけてきた。真横にいる。ほら。ライブのダートアクションで活性の上がったイカがエギを取り合うように集まってくる。ペアリングしてたんですね。もう一杯もう本当に寄り添うようにくっついてきてた。キレのあるダートを誰でも簡単に演出できる軽快ダートモデル、エギオーライブ。その特徴はウエイトの素材と形状を徹底的に見直し生まれたこのブレードシンカー。先代のエギオー Q ライブのダート性能をさらに引き上げ、研ぎ澄まされた刃物のごとく水を切り裂き、エギに命を吹き込む。また先代のライブよりも重心を低下させたことによりダートや飛行姿勢が安定している。
たよ。おっしゃ、でかそう。ライブの軽快なダートアクションで次々とイカを乗せていく川上。ゴロタの岩と磯から砂地への深場にとつこうシャローの駆け上がりだったんですね。まあ釣り人から見たら駆け下がりみたいな状態なんですけど、そういうエッジにイカってつくんですね。で、そういったシャロー帯攻めるときにはやっぱりシャクリも有効ですけど、サイドに飛ぶダートアクション、なるべく前に来させずサイドにサイドに飛ばすことによってシャクル回数も増えますし、そのアピールの回数も増えるんです。エッジについてるイカもそういったダートアクション、もうレンジが狭められてる状態でパンと取れてる。来たよ。一方小島もダートアクションでイカの活性を上げ、テンションホールドの緩急でイカをかけていく。よしよしよし。こうダートさせた後にちょっと張り気味のカーブホールしてる時に持っていくような感じですね。来たよ、ほら。川上の勢いが止まらない。いいサイズ。オッケー。オッケー、いいサイズ。垂直点でパッパッパってダートさしてドンですね。その動きのキレが大きい分左右の飛びも大きくて、そのゆっくり落ちてったものがいきなりガンガンガンと動き出す、そのメリハリが強いんですね。アングラー自身がダートの幅をワイドから細かくペペペペって小魚逃げるように調整ができたりとか、フォールしていくものがいきなりガッガッガッと動く、そのメリハリがものすごいつけやすいです。動きとフォールのメリハリですよね。やっぱりアクティブですね。すごい。次世代を切り開くエギオーライブの開発コンセプトとは。このエギオーライブって軽い力ですごく美しいダートが演出できるんですね。これからエギングを始めたい人もエギングを楽しんでる方もすごくこう自分でそのエギを犯す楽しさっていうのを感じることができると思うんです。だから簡単なこう軽い力で軽快にこうダートアクションが演出できるっていうのは、厳しい状況下でもダートさせづらいようなその風の環境とか海の状況でもきちんとダートを演出してくれたりとか、ロッドの長さも糸の太さも選ばず誰でも軽快にダートアクションができる。やっぱりベーシックな状況、まずその状況を知るために使っていただきたいですし、もっともっとそのエギングを楽しめる山下を代表する一本になってるなと思ってます。エギオーライブの軽快ダートがエギングの新時代を切り開く。エギオーライブ行きます。